はい、はい、皆さんおはようございます。全力系 YouTuber のももちことももちスパイダーマンと申します。今日のね、8時20時から人生2度目のレジェンドユースカップ出場します。それに伴ってね、いろいろなしがらみというメンタル攻撃を食らっていたんですが、そんなんもうどうでもええわ。やるべきことは決まってる。勝てば正義、負ければ悪という。ということは、自分の今できることを精一杯やるだけと。まあただ一つのね、封印だけは閉じたまま挑もうと思います。ここはね、自分の中で成長した点だとね、認識して、核攻撃のね、手持ちルナだけは使わないでいこうと思います。でとりあえずね、コンディションはね、筋肉痛がややあるぐらいで、重症じゃなくなったね、昨日よりは回復。昨日はもう首も痛い、どこも痛いやったけど、今日はね、やっぱりプロテイン飲んでるのと、ね、少なからず眠ったのは、回復に近づいたかなと。ただ今日ね、教え子たちとね、戦うためのエネルギーを考えると、きつい。そこだけがきつい。回復ねーっていうかね、今日は本気出したくないな。でもね、本気出さざる応援相手とね、今日会うからプラチナ迷ってます。まあね、まあ、今日休めたとしても水曜日ガチ本番で、多分ちゃうな、間違いなく水曜日は全身全霊使う日になるんでね、水曜日は特に。今のももちの、任務のない日ルーティーンで、教え子たちの強いよりは、水筋かな、水筋が特に強い。運動ね、効果に関しては、どの曜日も面白いかな。どの曜日も面白いっていうかね、まあ、彼らは伸びるしかないからね。下がるがないからすごい伸びしろしかないわね。もう育てがいがあるとかじゃなくて、育つしかないから、もう種植えた土にね、水やったら植物たちが育つような、まさにそのままの表現よ。水かければ育つ、声かけたら育つ。本当にね、だからこそ指導者のね、手腕が問われると思ってます。元々のスペックでその子がどこまでいけたかと、指導者と巡り合えたからさらにね、高みへとね、上り詰めることができたかはね、全然違ってくるんで、やっぱり世の中ね、ベストな指導ができる人ばっかりじゃないのよ。正直言うと、多分最高の指導ができる人って1割、2割、2割はおるんかな、2割もなんか、自分がコーチしてた時のことね、振り返ってね、まあ、自分がトップだったとは思ってないですけど、自分の熱意はトップだったと思ってます。あとはそれについてくるのがやっぱ子供たちだし、引きつけるだけの、ね、魅力があったのが桃地なんだね。だからやっぱりね、一切手を抜かず徹底的に触れるというのは自分のためにもなるからね。まあ、これは今ポーカーに関して教え子たちと楽しくやりつつ、大阪人ならではのツッコミ、なんでやねんって、だから毎回言わすよねそれ、そのハンドどうやって勝つんよって、ハイカード以外に勝ち目ないやんって、相手がワンペア揃ってたら負けてんねんみたいな。その頻度が問題ないよね。頻度がたまにやったらまだね、重々酌量の余地ってあるんですけど、ほんまに、だからさ、何分前にそれで死んだ、何分前にそれで死んだ、何分前にそれで死んだみたいな状態になるから、少なからずね、なんやろ、ブラフをね、減らしてほしいなとか思いますけどね、個人的にはね。本物は下ろせないんやからね、そこはわきまえて立ち振る舞いをね、小学1年生であろうが2年生であろうがしてほしいと思います。まあ5歳はおるけど
今日5歳がおるけどな、5歳はねレイズしないんですよ。あんまり全部コードで何持っててもコードしてくるからマジに乗ってるハンド分かる。それが一番怖い、うん、あと今日朝配信しようと思ったのはね、ちょっとね電車が来る前20分もあるんだ。20分は長いけと思って、もうそれやったら喋ったろと気分転換も兼ねて、ちょっと昨日ね夜中ねミスプレイしてちょっとムカムカしてるんで、ミスプレイをするとねやっぱねダメです。なんかね、ニポケで誰もレイズしてへんと思ってレイズしたらめっちゃでかいレイズしてて、あかんもうこれ降りられへんから一応行くだけ行こうと思って、でもその後また相手がベッドこぶしたんで、もうこれはもうあかん、これ以上傷折ったらあかん、せっかくプラス300万がね、プラス150万に落ちたんで、あれはほんまに悔しかったというか、ボンプレー、まあ眠気に負けてちゃんと見えてなかったのもあるけど、34分やんな、あと10分もあるやん、長すぎやて、電車乗そうや。で今日からね、新しいこと一つ増やそうかな、まあ、先週から教え子たちとのトレーニングの日は準備体操ストレッチっていうのを 100% やることに決めてて、それはね先月末から新しく取り入れた自分の肉体への、なんやご褒美かな、ご褒美かな、やっぱりで他にね何か新しいこと言えるってなると、まあ、やっぱ体のことか体のこと、肉体に関することか勉強に関することなんよね。ただ勉強って言ってもね、それ勉強ちゃうやんっていうレベルのねことをしようかなと。読書30分するだけでもなんかねストレス軽減になるらしいんですよ。読書30分か、部屋に読んでない小説とか結構あるからなと思いつつね、でもね開こうという意思までたどり着かんからね、唯一まだ全部読み切った小説ってもうね片手で数えるほどしかないんですけど、人生小説はそのうちの一つがデスノートの教科書って言われるね、なんか東大生の書いたデスノート、これは実際こうなってたらここで結末は終わっていたみたいな、いろんなね試行錯誤というのかな、現実ここまでうまくいかないとかね、現実はこうだよみたいな、そのいろんな観点からの視点を、まあ、小説というか本一冊にまとめたやつ、やっぱ東大生が言うから内容もやっぱり分かりやすかったし、あ確かにと思わされるね、言葉の数々があって見応えのあったのは覚えてます。もうかなり昔のやつやけど、でいや消えるんかーい。でそうやね、もうあと10分ぐらいで電車が来るんですが、それまで喋るか。なんかね新しいことをしたい、スクール習うはないよね、テニスのスクール習うもありやし、フットサルのスクール習うのもありやねんけど、どっちもね正直言うとね、テニスはまあいいと思うんですよ、自分より上手い人もたくさんいると思う。フットサルはねなんていうんですかね、和気あいあいなんですよね。ももちはねスポーツをする理由、本気を出したいなんですよね、基本フィジカル強化それしか考えてないんでね、やっぱり自分の持ち味であるフィジカルは絶対に使い切る必要があるんですよね。それが自信につながってきたし、それ以上に結果につながってきたっていうところがあるんで、だから今動画上げてるのも、まあ、ちょっと X に上げるときに言い方変えて、体重プラスパワー VS 強フィジカル&強スピードみたいな、ね、強フィジカル、プラス強スピードはももちのことで、体重プラスパワーは相手のことでね、やっぱその体重差を埋めるって絶対どこかで埋めないと勝てないんですよ、スポーツは。だからね人間自分の長所は伸ばせる限り伸ばしきるのがね
自信につながると。いいこと言ったね。自信につながるから。ただ、やっぱりワンパターンは攻略されます。ワンパターンもうね、中学生ぐらいまでは、高校生かな、もうワンパターンやったんですよ。もうこのパターンでしか勝てへんけど、そのパターンを止められないからシュートまで、まあ、サッカーで言ったらシュートね、他のスポーツで言ったらゴールまで、ポイントまでたどり着いてたけど、それってバレたらね、全く機能しないのよね。だからやっぱね、2手目3手目奥の手を持ってることが強者のね、強みというか、強者たる、じゃあ強者たり得る理由やね、うん、やっぱり何をもってして強いかというと、何してくるか分からへんが一番怖いんですよね。ここからはちょっとポーカーの話にもよるか、何してくるか分からへんって読めないんですよ本当に、うん、だからそこがね本当に難しいのよね。だから選手ね、柔道行って投げられたんですけど、新谷さんって方に初めて投げられたんですけど、やっぱりね、ももちは柔道せず他のスポーツチャランポランにね、軽く子供らと一生懸命やってるだけで、柔道の鍛錬はね怠ってたんで、それでやっぱ距離詰められて、やっぱり積極的にアグレッシブに攻めれなかったのが、人生初めてね背中つけられた原因になったんでね、まあ、めちゃめちゃ苦しかったんでね選手で、今週は、まあいつも自分が強い時ってどういうこと考えてやったっけと思って、とりあえず一生懸命やるのは間違いないんですけど、声でかく出すことと、もう触れた瞬間にもう自分の全身全霊ぶち込むやん、触れた瞬間だから、もうね、初めまして握手した瞬間よ、もう握手した瞬間、この0コンマ数秒だけは世界チャンピオンにも勝ると思ってるからね、思い込んでるだけやけど、だから0コンマ1秒の世界やったら勝てる、うん、あとは初見やったらいけるっていうね、完全な思い込みやけどね、まあ、世界レベルの前に奈良のじゃないな、天理高校卒の方とやった時、思いっきり初手で止められたけど、自分の最大最速の技重くそいったけど、初手で止められたっていうことは、そのね、やっぱ強豪校でレギュラーもなってたバケモンなんで、経験上、あ、こういうやつおったみたいな感じやと思うんですよ。懐かしいわ、こんなん決まって思ってんねやみたいな、ね、だからやっぱり強い人はね、経験をしてるから対策を持ってるんですよ。これでかい。そうだから、食らったことない技って絶対食らうんですよ。だから飛び関節とかね、だからあといきなり飛び締めって飛び、まあいいわ、とりあえず初見の技は対策ってほぼできないんでね、スポーツ特に。だからサッカーとかでもなんか抜かれたことないフェイント、じゃあ見たことないフェイントとかね、そんなんされたらやっぱりなかなかきつい。相手のね、することを読めたら別ですけどね、それができなかったらやっぱり最初の初めましての一撃は食らっちゃうからね。ただ2撃目から食らわないのがやっぱ強者のね、強みなんですよね。だからその領域までね、たどり着けるように体を鍛えていたのに、体が釣りやすくなりすぎてるからな、自分のフルパワーを抑えるのは無理やしな。新しい技をね作るんが一番いいんですけどね。内股っていう足上げるワンピースで言ったら3時のムートンショットみたいなやつなんですけど、思いっきりそのイメージで一時期その柔道の内股っていう技練習してたんですけど、今それやったらねほんまに手間あるからな。まあ釣るぐらい別にいいんですよ、釣るぐらい。ただ一番ね申し訳ないのは、ももちがぶん投げた相手はその後取り返したろうって練習やからね、練習やから取り返したろう言ってんのに、投げた張本人がちょっと待ってって言うっていうねお前投げたんやからすぐ来いよみたいな、そこがねちょっと相手に申し訳ないですけど、これ何年も続いてるからな、釣ってちょっと待ってちょっと待ってってほんまにもう口癖のように、だから多分使ったらあかん技なんですよねこの技、自分の今の現時点の肉体では。まあね、とあるサプリ、なんていうんですか、プロテインじゃないやつで、なんか体の、なんやろ、
まあ体の方じゃないか、なんか成分は分かんないですけど釣りにくくなるサプリがあるんですよ、普通の市販で売ってるやつでね。をアベノハルカスのところで一時期よう買っとったんですけど、グレープフルーツ味のやつ、それはもうね飲めば飲むだけ釣らなくなったんで、もしくは釣りかけるで止まる。だからやっぱり知識も大事やし、あの情報も大事やねって思ったね。だからちょっと今年というかこの夏は一生懸命練習しようと思うんで、ちょっとね、てかもう電車来た、あのサプリも買おうと思います。そして電車来ちゃったんで乗り込みます。ちょっと誰が来てるかだけチェックしてからバイバイということで切っちゃいますね。ではでは、またね。3号車は女性専用車とさせていただいております。ご理解ご協力をお願いいたします。